こんにちは、グランピーペインターの竹野瀬です。暑いですね。すごく天気がいいです。ツイッターとか見てもサイクリング行くとかいう人が増えて、なんか羨ましいっす。サイクリング行きたいっす。海とかいいっすね。キラキラして多分綺麗だと思います。ただなんか暑いんで日陰の山もいいかなと思って、まあ、どっちも行きたいっす。じゃあ今日はあの例のシグランドのキャンディーペイントの、フレーム紹介します。まあ以前もなんかキャンディーフレーム、キャンディーカラーの、グラデーションのフレーム何回か紹介したことあるんですけども、毎回フレームばっかりなんで、そうするとやっぱりイメージしづらいと思うんです。なんで今回はちょっと組み上がるのを待ってから紹介することにしました。いかがでしょうか。まあ結構フレーム単体でちょっと派手にペイントするとちょっと浮いてしまうかなとか思ったりするんですけど、やっぱパーツがついてくると締まってきますね。タイヤとかついて、まあ、地に足ついた感じですごい落ち着いてきます。でまあ組み上がってみるとこうすごいこう一体感が増して、まあよく見えてきますね。でこう結構こういうアメサイドとかブラウンサイドのタイヤとかってちょっとフレームが落ち着きすぎてたりしたら、ちょっとタイヤがすごいなんか浮き出てしまったりするんですけど、今回結構派手さがまあまああるんで、バランスも取れてすごいかっこいいと思います。やっぱこう組み上がってからっていうのがやっぱりあります。で今回のこのフレームやっぱりポイントって言ったらやっぱこのグラデーションなんですよね。まあいいラインがこの辺まで出てると思います。ここ難しかったですね。上からこう微妙に斜めにこうグラデーションいきます。でまああ仕上がります。この斜めのですね。で今回のグラデーションのこだわりのポイントはやっぱサンプル画像に合わせてこの微妙な塩梅のこのこう深い色合いを出したかったんで、まあ実は2回グラデーション入れてます。まず1回目にベースのカラーを拭いてガンメタみたいなメタリックですね。で次に下からこうブラックのパール入りのブラックをグラデーションで拭いてます。でその後さらにキャンディーのこの赤色ピンク色でグラデーション入れてこういう風になってます。まあ、なんでこの辺がちょっとここより深い色になってますね。もうなかなかかっこいい仕上がりだと思います。でも今日なんかすごい天気が良くてキャンディー日和ですね。ここ光が当たってるところはすごい鮮やかになってまず輝いてます。でちょっと日陰に行ったりすると、まあ、この辺ちょっと暗いんですけど渋めなやつも出てこうキャンディーらしい奥行き感すごい出ててかっこいいと思います。まあこんな風にちょっと派手めなペイントも全然ありだと思うんで、ぜひ試してみていただきたいです。まあ今度なんですけど正直これ以上に派手なやつを塗るんで、それもおいおい紹介していきます。まあ、それもフレームの状態と、まあ、完成した状態紹介していこうと思うんで、まあ、こんな風に変わるんだっていうのを、まあ、意識して見ていただければありがたいと思います。では今日はこれぐらいで、はい、お値段はですね新規購入で2万7000円だったかな、それぐらいだったと思います。比較的お安くグラデーションも入っていいのができます。なんでぜひともよろしくお願いします。では今日はこのぐらいでありがとうございました。